表現に西野くんのチャンネルへのお時間です。はい、皆さんこんにちは、しゅうこちゃんのゆちゅりです。今日ご視聴ありがとうございます。今帰ってきまして、何時かな、今収録から帰ってきまして11時40分頃なんですけれども、夕飯をねちょっとまだ食べてないので、コンビニであろうであろう材料で作れる夏に美味しい簡単ご飯そうめんを作っていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、フォーチュン&ドラゴンズ先日ね、ナイトルーティンで実況させていただいたこちらを実況していこうと思うんですけれども、まあ、フォーチュン&ドラゴンズがですね、この私が今放置してる間にも進んでくれてるということで、前回の動画でリクエストをいただきましたお料理動画をですね、まあ、お料理というほどでも本当にないんですけれども、そちらをやっていきたいと思います。はい、まず今日はですね、トマトツナそうめんを作っていこうと思うんですけども、じゃじゃん、まあ、トマトですね。トマトは結構売ってるんじゃないでしょうか。うちは100円ローソンが割と近くなんで、そこで買いました。で、まあ、大葉はなくてもいいです。大葉は一応買ってきました。大葉あると美味しいからね。はい、大葉。そして、まあ、ツナ缶ですね。まあ、ツナ缶は絶対確実にコンビニにあると思う。はい、あと、料理室のごま油。あ、沸くね。はい、そして、めんつゆですね。めんつゆと、はい、そして、お酢。お酢を使っていきたいと思います。お酢は私あんまり使わないんですけど、お酢美味しいですよね。はい、ということで今日は、まあ、こんな感じのね、ファッションですよ。ファッションってほどないんですけどね。そのお友達のリランちゃんが、作ってくれた、販売している、このね、ちょっと短パンを履いて、やっていきたいと思います。ナイトルーティンに終わったんですけど、割と帰ってきて、こう、ブワーって脱ぐタイプなんで、まあ、実際問題、平常時は、もはや、ほぼほぼ着てないことは多い。着てるけどタンクトップとパンツとかのでもうやってしまうね。そんなもんですよ、一人暮らし。お風呂入ったらねちゃんとお洋服着ますけどね。はい、ということでやっていきたいと思います。めちゃ沸くやんけ。はい、まあ、そうめんはスピード勝負なので、まあちょっとお湯を沸かしておきまして、まあ、これにボウルに入れようかなと思ってます。これでお皿は食べようかなと思ってます。まあ、適当です。あるもので。はい。じゃあ、ちょっと、トマトは、ちょっと、これ大きくないトマトなので、2個使っていきたいと思います。2個ですね。はい、トマトを洗うんです。洗います。まあ、私はそんなに神経質じゃないので、まあ、適当ですね。適当にやってしまうんですけれども、まあ、適当にやってください。あとは、なんかまあ、サイコロ、四角形、サイコロ型かな。なんか一応なんかそのトマトも、トマトのお部屋ごとに切ると、このトマトの汁が落ちずにね、いいみたいなのがありますけどね。はい。まあ適当に切っていきます。何本でしょうか。これを入れます。入れるじゃないですか。はい。ツナ缶。ツナ缶入れます。まあツナ缶ね、ちょっとごま油入れるからね、ちょっと油絞りますね。まあ、なんかノンオイルとかでもいいのかな、まあ、適当にあるやつで。はい、ツナ缶入れます。大葉切るの焦った。大葉切るわ、このままいくわ。はい、まあ、ここですかね。ちょっと丸めて切ると切りやすみあるので、切っとこう。はい、こんな感じになりました。なんかもう美味しそうだね。はい、ここにごま油とめんつゆと、そう、まあ、お好みというか、ものすごい適当に入れていくんですけど、そうね、1対1対1ぐらいかな。なんか、まあ、適当に。はい、適当さ。これもう元気。まあ、ちょっと多くていいのかな。はい。で、まあ、こんな感じかな。こんなもんで、タレは完成です。胡椒も入れようかな。なんか、オイルとかに したらさ、ちょっとね洋風な感じに、ね、なりそうな感じもしますけれども、こんなもんでしょう。はい、ってことで、ちょっと一旦ね、この方にはすごい超雑なんですけど、冷凍庫にちょっと一旦ね入れていただいて、冷凍庫に入れていていただこう。まあ2分ぐらいですけどね。はい、でちょっとおそうめん、私は完全にちょっとリボの糸を信者なんですけど、ちょっと今リボの糸がないので、まあ、コンビニで買ったそうめんですね。
そうめんを茹でます。そうめんを茹でるのももはや時短でフライパン、時短でフライパンって言って2分かな、これは多分1分半から大体おそうめん2分だと思うんですけど、2分だね、2分なので2分いきます。でザルをを用意しておきます。暑いっていうかね、やっぱ夏はね、台所ね暑いんですよ。台所にねちょっとクーラーとかがねついてるお家の方はいいと思うんですけど、やっぱなんか、まあ、基本的にそのね炒めたりとかやっぱ火を使うことがね多いと思うので、もう本当毎日ねご飯を作ってくれてる、まあ、そのね家族さんとか、まあ、奥さんとかお母さんとかにね暑いのにいつもご苦労様って言ってあげてね、私はちょっと言ってくれる人いないんだけど、みんなは言ってあげてね、本当にね。うん、切る、よいしょ。はい、おそうめんはお水でよく洗ってください。にょい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 って言ってぬめりをよく取ってください。ぬめり取った方が美味しいと思うんだよ。あとはのせていきます。めっちゃざっくりだよ、よいしょ。はい、おそうめん、おそうめんのっけていきます。おーちゃー、うーうまそれ、よいしょよいしょよいしょ。ということで完成しました、トマトツナそうめん。あ、超美味しそう。食べます、食べながらこっちドラやりましょう。はい、ということで食べていきたいと思います。これめっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそうですけど、なんか味で言うとなんか中華ドレッシングみたいな感じなのかな。マジうまい、トマトだけでも美味しいと思います。めんどくさい人は別にトマトとめんつゆとツナだけでも美味しいと思います。完食です、とっても美味しかったです。もう疲れましたね、なんか眠くなってきましたね。はい、ということで今回はですね、まあ放置ドラゴンズを放置しながらおそうめんをね紹介させていただいたんですけども、リクエストくださった方ありがとうございました、まあ、こんな感じでね普通にゲームをしながらね進めてくれるんですけれども、次回放置&ドラゴンズのいろんなドラゴンの紹介とかをさせていただきたいなと思ってまして、その時もですね、まあ、放置しながらできる何かということで、まあ、企画をねちょっとやっていこうかと思いますので、もしよろしければコメント欄にね企画いただければと思います。はい、ということでドラね紹介していこうと思うんですけれども、私はですねめんどくさがりなので、あ、これね月額の商品なんですけれども、オートプレイがなんとですね30日間ついてるやつにもう入ってしまいました。めちゃくちゃ楽ですね。オートプレイっていうのがどれかっていうと、この卵がね自動でこの合成してくれる機能ですね。はい、そしてさらにこのオートが3倍は、無料でいくらでもできちゃうと、なんて素晴らしい、なんて素晴らしい。そしてこれですね、この一番右側オートで進めてくれるという機能になってます。めちゃくちゃ楽ちんですね。はい、で今ねどんな感じかっていうと、はい、うちのドラゴンちゃんの上からランキングはこんな感じになってます。いや本当にねその放置してる育成してあげるだけで結構ね育ってくれるのでめちゃくちゃ楽ちんだなと思ってるんですけれども、この伝説ボスね、マジ今まで下手くそだったんですけど、めちゃくちゃね避ける方法を見つけたので最後にそれを紹介したいと思います。まずねこうまずねちょっと分担させるんですよ、分担させて飛んできた瞬間にめちゃ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 みんな横に寄ってもらう、こうこんな感じね。はい、でもう一回来たら真ん中に来るんでやばい、こんな感じで避けていく。だいぶ今回倒せそうだね、だいぶ強くなったね。はいはい、いいねいいねいいねあ、これで今 1ウェーブ倒せましたね。惜しかったけど、惜しかったけど、だいぶいったんじゃない？前回の記録より、一重100000万、10万100万、200万上がりました。やったー！はい、ということで、もしね、ちょっと伝説ボスは結構、あんまりドラゴンちゃんが育ってないと、マジワンパンでやられるので、どうしようやって倒せばいいんだよって方、多分もうちょっとね、もっとね、攻略、めっちゃ、トップの方いらっしゃるので、
あの効率的な攻略方法あると思うんですけども、頑張ってドラゴンちゃんを動かしてみると意外と生き残ったりするので、よろしければ試してみてください。はい。で、こちらプレイヤーレベルが結構そのコンテンツの開放に重要だったりするんですけども、このプレイヤーレベルは新しいステージをクリアすることによって経験値がもらえるそうで、こう周回してるからって言って経験値がどんどんもらえるっていうわけではないので、ちょっとそちらだけご注意いただいて、まあ、定期的にねこの帰って強化とかをしながら、新しいステージをどんどんクリアしていくと、このランクも上がっていっていろんな機能が開放できるんじゃないかなと思います。はいはい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでくださった方、料理やってみるよって方、そして星空ダウンロードしたよって方いらっしゃいましたら、ぜひいいね、そして動画の感想お待ちしてます。ではラトちゃん聞きます。せーの、白黒じゃんけん最初にゃんじゃんけんぽいチョキです。なのでグーの人は明日答え込むよ。では本当は最後までご視聴ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。